くと信じている。どうしても君が好きだ。カメシックス、エイちゃん。雲の上浮かぶようにふわふわと歩いてる。そう、夢見心地で世の中のすべてのもの。こっち、はい、キラキラ首ってこっちからでいい？左から、ね、左から右でいいんだよね。はい、モノハイシックス、キラキラ輝く、そんな気がしてた。チャチャラチャン。ねえ、何？リオに決まる人珍しくない？私1年に1回ぐらいで、2年に1回ぐらいできる。それ何？え、感じしまったの？でも記憶にない。今日 TikTok 撮って買ったんです。あの、ほら、こうやってはめて撮れるやつ。携帯はめるスタンド。このネックレスね、うん、2年前の冬にもうずっと SNS で見て可愛いなと思って、めっちゃ人気で、いろんな店舗に行って、一応その入ったら教えてくださいみたいなのやってたの。で、1年ぐらい前に自分のインスタ見てて、あれ、そういえば私ってこのセリーヌのネックレス持ってたよなと思ったの。で、どこにもなくて、やばい、なくしたと思って。武道館のコンサートの時にお母さん来てたじゃないですか。洗濯機の下から出てきました。私がいかに洗濯機の下を掃除してるのか。アイリちゃん、名前直してもらえた？直してもらえました。アイリちゃんが、あそこの今日のメンバー一覧あるんですけど、一瞬パッてあれ出しますか？これと、その丸には、あとアイリちゃんがなんと、卒業したお姉ちゃんのキアラちゃんが書かれてた。なんで？悲しかった。うまいな。よくあるんだよ。はい、佐藤キアラって書かれてたり、なんか急にあかりちゃんって言われたり。なんで？あー、悲しい。来て早々、なんかあんま言わないじゃないですか、そういうこと。でも来ちゃった。キアラになって帰っていいですか？可愛かった。帰ります。帰る、はい、でも戻っちゃったから。あ、もう戻る前だったら、まあ、キーちゃん呼べるならキーちゃん呼んでは帰ってもいいよね。それだけ。アイリちゃんもそう、まあそうだよね、名前はね、はい、可愛かった。もう帰りますとめっちゃ可愛かった。帰るって言ってるアイリちゃん。東京ファミ行くぞ。あー、お願いします。
さん運用です。おえー、兄さんはどうですか。新兄さん入れました。どうやって始めればいいですか。単に新兄さん聞いてるやつ。証券会社に。お疲れ様でした。今日はね、もうやっぱ最後が見えてきてるっていうのもあって、たくさんファンの方が来てくださいました。最後40分ぐらい喋りましたね。でもめちゃくちゃいい話聞けたよね、いっぱい。そう、このファンの方の奥さんとの出会いとか確実にカウントダウンが始まってますね。さあ帰りますか。ありがとうございました。次の新曲でもね、ちょっとファンミーティング参加できるところを参加しますので、なので今握手券がないっていう方もお話しできるチャンスがね、ある、まあ場所とかありますけど、あると思いますので、ぜひぜひお待ちしております。お疲れ様でした。